わら細工でできた牛の置物、飯田の水引き、いずれも南信州の伝統工芸です。ここは本堂の前にある授与品所、明日ビームスジャパン善光寺がオープンします。3年越しの声が、まあ、実ったと。伝統的な場所にビームスの感性を持ってきたい、そして、地方のいろいろな名品をですね紹介したい。国内の名所や景勝地に開く常設展はこれが5店舗目。一昨年から展開してきたポップアップストアが好評で出店を決めたといいます。飯山の内山神に野沢菜やリンゴの残骸を混ぜた和鳥や、木曽漆を使用した箸など商品は160点以上。県内の伝統工芸や地元企業とコラボした店舗限定の商品も揃えます。今国内外から世界中から大勢のご参拝の方が見えてます。また善光寺行きたい、信州に行きたいと思っていただけるような機会にしてまいりたいと大いに期待をしているところであります。まあ、これだけの品ぞろえはですね、かなりビームスとしても力入れてると。善光寺さんとね、手を携えて世界に発信をしていきたいと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。